前回のあらすじ。前回のシャープ2では案内所前を中心にクリエイトしてみました。エイブルシスターズの場所を決めたり、絵本の世界観を出せたかなと思います。今回は案内所横の森の小道をクリエイトしていきます。ぜひぜひ参考にしてみてください。それでは本編へどうぞ。改めて皆さんこんにちは、リーヤです。第二の島リカル島、今回は案内所横の森の小道を作っていこうと思います。では早速島くりの様子を見ていくんですが、まずは案内所横の小道の土台を崖くりしていきます。近くにはエイブルシスターズも移設しているので、こんな感じでしっかりとカメラモードで確認していきます。あとあと崖は増やしますが、一旦この2段目部分の植樹を優先します。欲しい場所に植えられないっていう事態を防ぐために、リーヤは穴を先に開けておくかも。植えられない現象結構あるんだよね。このまま軽く案内所を囲う形で崖を仮立てしていきます。位置は後で調整できるからね。ここからのカメラアングルを考えて作っていくよ。この位置から見て案内所後ろを生い茂らせたい。早送りでお送りしますが、後ろのここは結局壊してしまう予定なので、なんとなくの土地決めだけ倍速でお送りします。ちなみにこの崖後ろは広大なお花畑になります。さて戻ってきて木をバシバシ植えていきましょう。斜めの小道にしていきたいので、広葉樹と針葉樹のバランスを考えて植えていきます。よいしょ。面倒がらずに木を植えたら画角チェックをしていきます。圧倒的に足りない崖を足す作業の開始。いつも崖に関しては流れ作業で一区画作ったら次の崖くりをしています。今回はかなり広めの2段目にすることにしたので、徐々に崖を増やしていく作戦にしてみました。ここら辺の案内所後ろにあたる部分は仮植え程度にしておきます。広葉樹だけだとね、もっさりしすぎちゃうので、針葉樹は多めに植えられたらいいな。小道でも全ての獣道の前で座をつなげて張ってもいいんだけどね。ちょっと人の手が加えられた森にしたいので、組木や段差の前で座も入れてあげます。草の獣道と土の獣道があるから、この段差の前で座を境目にして森の入り口感を出すのが可愛いかも。案内所前が草の獣道を敷いたから、奥につながるにつれて土の獣道にしていきます。たまにこう飛び石とかね、枕木を張っても可愛いよね。低木を植えてアクセントになる前で座も敷いてあげて、プニプニを召喚したらいい感じ。植えた木をベースに周りを飾っていきます。隙間を埋めるためのマレイトピアリーはマストで 0.5 マス判定のところに置くと、こんな感じでカメラモードを起動した時に木の幹同士の隙間を埋めてくれるので、かなりおすすめです。マレトピオンリーでも良かったんだけど、ちょっと寂しいなと思ったので、人の手が少し加えられた森の小道にしていきます。ここのね、小物結構配信でも迷ったんだけど、ダーラフェストが似合いすぎた。落とし物の本もしっかりしまくりで活用していきます。でね、この手持ちランタン、これをね飾るのが可愛いんだよね。リメイクもかなりあって、どれにするか迷うけど、森に馴染むようにリーフにしてみました。よいしょ。ここの一角が可愛すぎる。視聴者さんからいただいた案で、どんぐりやキノコをポコッと置いてあげると、より自然な森感が出ていい感じだね。手前に M サイズの広葉樹を植えて、
ここら辺の大体のバランスは取れてきたね。段差の前デザの切れてる部分を隠すように丸太の杭を配置、ベンチを置いて休憩スペースを作っていくよ。その後は小道の後ろ部分に着手していきます。この辺りは白のお花で合わせた方が可愛いかもね。あとは土地が許す限り植樹してバランス調整。いい感じだ。針葉樹、広葉樹を交互に植えてカメラモードで木のバランスを確認していきます。洋風な町クリエイトをした時よりも今回の森クリエイトは完全バランス重視型です。まあ崖クリも難しいからね。あと気をつけたのは道の幅で、やっぱり森だから広々とした感じにしたかったんだよね。何個か目標を持って作っていくとつまずかず達成しやすいかもね。気になる箇所の隙間埋めをした後、案内所横から見えるスペースをどうにかしていきます。ここに小さな崖をね作ってるんだけど、なぜかというと小道の入り口からねカメラモードを起動した時に圧倒的に木の高さが足りなかったんだよね。このくらいのマス数なら2本は植えられそうですが、一旦ここは1本植えで様子を見てみます。木を植えた後に両サイドに装飾するのは大変なので、先にね家具を置いてあげてそれから木を植えましょう。成長止めもしてね。こう見ると高さが出たなぁと実感できます。いいね。日付と時間を変えてみて再度しまくり返し、アクセントに低木を植えながら目印に開けておいた穴に高さを考えつつ木を植えます。ちょっと針葉樹多すぎたね。ギリギリのスペースもくまなく埋めてって、気分転換にリリーちゃんのお家を移設。ここはエイブルシスターズの近くで、リリーちゃんを店の手伝いとかしてたら可愛いな。さてお次はこのエリアをクリエイト。まずは道にしたいなと思うスペースに土の獣道を敷いていきます。こううねうねした道作りを目指したくてパズルゲームみたいになっちゃってますが、この道で森を作っていくことにします。で前デザを敷いて思ったのは、圧倒的に崖が足りない。なのでちょっぱやで崖を増やして再確認してみます。おお、結構これでも増えたかな。ここから第2陣の崖を作ります。さっき作った崖は1本しか広葉樹が植えられなかったから、2本いける大きさにしよう。下の段も忘れずに植樹して、まあ画角的には想像してた通りの地形になってきた。いい感じ。崖に合わせて斜めに植樹して、こまめにカメラモードで位置を確認します。あとね手前のここも植えてね。ちなみに後ろなんだけど、ここは全て仮で作ってる場所なので、いつか配信内で作り直すつもりです。仮クリエイトはこんな感じに。後で壊すにしても、まあ雰囲気は保ちたいからね。先ほど作った崖に2本植樹していきます。木の大きさを考えてあげて、あー3段目があるかないかで全然見栄えが違うね。ちょこっと空いてるスペースは配色を考えてお花を植えて、たまに野菜も植えてあげるとワンポイントになるよね。いい感じ。この右側スペースも崖増やさないとなと思いながら、奥にね道しるべ置いて植樹して、ここら辺作ってる時のワクワク感がすごかった。こんな感じで小道がどんどん完成していく。もっと詳しい締まくりの出来上がりは生配信のアーカイブをチェックしてね。
ということで森の小道完成です。ご視聴ありがとうございました。次回はここに広大な白いお花畑を作っていきます。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それでは、バイバーイ。